豊原市は日本の領有下において、カラフトに存在した唯一の市である。カラフト町及び豊原市長が置かれ、日本領有下における政治、経済、文化の中心であった。市街地は札幌市と同様、駅を中心とした五番の目状の都市計画によって建設され、市内には運動場を併設した公園や競馬場を有していた。住居表示は東西が 上、南北が、長目となっていた。ほぼ東西に走る儲か通りと、ほぼ南北に走ると与原大通りとの交点が、座標平面の原点に当たる。人口の増加に伴い、空港の建設等を含む、さらに大規模な都市整備が計画されていたが、太平洋戦争の勃発により実現しなかった。1937年の市政施行により、豊原氏は、 朝日川市に代わって日本最北の市となり、カラフトが内地に編入された1943年以降、含めて日本最北端の行政中核都市として機能していた。当該地域の領有権に関する詳細は、カラフトを現状に関してはユジノサハリンスク及びサハリン州を参照のこと。豊原市空設画像網下通り1933年以降の豊原中心部。 豊原競馬場が豊原駅の南西に移転している西カラフト山脈と鈴谷山脈に挟まれた鈴谷平野にある遠隔裏地見ミロフカ村の町並みとヨ原市政施行記念宿が行列カラフトが日本領に編入されて以降カラフトには府県に相当する広域の自治体が設置されず日本政府が中央省庁の位置としてカラフト庁を設置してカラフトの地方政治と 地方行政を実施してきた。府県の範囲では国の直轄であったものの市町村としては民選の豊原市長が市長を務める法人格を有する自治体が設置された。豊原は自治体として豊原町から豊原市に至る変遷を経ている。カラフト町庁舎市長、編集カラフト全域としては日本政府が直接にカラフト町を設置したため議会は設置されなかった。 豊原市及び前身となる豊原町では地方議会である豊原市会が設置されていた。豊原市役所裁判所の管轄は、カラフト地方裁判所と豊原区裁判所に属していた。カラフト地方裁判所を受精し、豊原工場カラフト鉄道局、豊原郵便局カラフト町中央試験所カラフト町、豊原委以下の学校一覧は1945年4月1日。 現在のもの。国民学校、編集中等学校、編集カラフト町豊原中学校カラフト町、豊原高等女学校高等教育機関、編集カラフト市販学校カラフト日日新聞社屋、北海道卓職銀行、豊原支店1930年代、先頭形状等屋がある、中央建物は旧大江戸百貨店、豊原本店、 新古典主義様式である白色の右側建物は、三越百貨店旧と四原店2000年代半ば前後、および2010年代半ば前後に、神奈川大学が放浪。現地で現況を調査し、下記論文をまとめている。その他、北海道大学スラブユーラシア研究センターによる研究結果がまとめられた、下記研究論文及び郷土史や、北海道ポーランド文化協会会員。 尾形義秀による、下記研究論文でも、実態解明が進められている。新東系、編集現在の旧カラフトジンジャー土地に作られた、コンクリート製の宝物電府建造物仏教系、編集1929年の豊原市街地図、いくつかの寺院名、立地場所が確認できる。本記事の冒頭付近にて、画像掲載されている、1933年以降の、 豊原中心部地図にて、寺とのみ記載されている、下記寺院は、上述した、不法寺もしくは別の寺院かは不明。キリスト教系、編集豊原氏には、日本国籍に帰化した在日ロシア人やロシア革命、共産主義を嫌って、無国籍のまま政治亡命、滞在中の白系ロシア人など残留ロシア人も、在住していた。その他、 ヌタイヌとアイヌ系日本人全般から部別され、少数派だったロシア正教信仰アイヌ系日本人や、仏教から改修した日本人などが、わずかに存在していたとされる。1911年、ロシア正教会収務員により、カラフト教区設立。1911年9月には、ゲオルギー・アレクセイビッチ・チホーミイロフ教徒教区主教及び、宣教師、ニコライ・クジミンが、 移動式祭壇を豊原市内に運び入れ、日本政府の協力のもと、市内での教会設立を目指したとされる。キリスト教系、編集日本が日露戦争に勝利して、南から不当を領有する以前から流刑犯として強制移住させられていた、ポーランド系ロシア人及びカトリック圏から諸藩の地上でロシア帝国に移住の後に政治犯扱いされ、流刑された。 諸外国人など。西一条通り北海道立教育研究所。北海道教育指定法編に P1677、P1692 から93書籍。94サハリン気候北緯50度線を超える。鉄道の旅。第3章サハリン最後の夜。日本建築学会計画系論文集。第577号73、79、2004年3月。 カラフトにおける、王子製紙株式会社社宅街について、P175、随地と与原工場社宅街配置図。ありがとうございます。